こんにちは、えー、経済史にの講義を始めたいと思います。これからあの1月まで、えー、毎週、えー、やっていきたいと思います。で、今回のえー、15回の、えー、講義のトピテーマはまあ、経済史にまあ、経済史というと。まあ、経済の歴史という、えー、ものをまあ、ベースにし,しながら、えー、国際政治経済についてまあ,あの考えてみようと特に歴史。 理論政策という、まあ、この3つのアプローチから、まあ、あの考えていこうということです。きょうはあのその全体のイントロダクションについてお話ししたいと思います。まあ、その前に、セクションに入る前あの、本論に入る前に、えー、最近の、ごく最近の,あの出来事について、注目している点を挙げたいと思います。 一つに、まあ、国内政治については、まあ、あ,のあまり触れない力として、えー、一つには地方規模。えー えー、コソボ、まあ、あのニュース等で聞かれた人もいると思いますけれどもコソボというのはあの国,を見た国を持たない,国国を持たない世界最大の民族といわれる、えー、民族で、えー、大体に、まあ大、非常に大雑把に言うとシリア、イラン、イラク。 この中東のトルコ、シリア、イラク、イランの,この国境の真ん中の辺にある国境を持たない民族で各国家からずっと迫害を受けてきた民族なんですけれどもこのイラクにおけシリアにおけるこの部分ですかね。 国まあ独立投票を行う、独立に関してまあ圧倒的多数でまあ投票結果が出たとで、もちろんその結果というものは、えー、当然まあ認められていないわけなんですけれども、えーまあ、イラクから、イラク、シリア、イラクからまあ IS、イスラム国が、まあえーまあ、相当されあの、まあえー、撤退したというふうに言われ、まあその報道ではされてますけれども、そういうようなまあ状況で落ち着いたと思いきや、こういう非常に大きな問題が起こっていると。特にコソボというのは 石油,石油資源を有していることで非常に経済的なバックグラウンドもあるということ、このコソボ問題と、えー、ともう一つは、えー、カタルーニャ、カタルージアですかね。 スペインのカタルーニャ地方というもともと違う民族だったらしいんですけれどもこの地域も同様にスペインからの独立の投票をしているとそしてウクライナここにおいてこれはウクライナにおいてはサイバー戦争というふうに言われますが事実上ロシアからウクライナに対する侵略が普通の意味に おいて、えー、戦争状態に入っているというふうにあの評価する論者もいます。えウクライナのこ、えーえー、右の方あの内部東部にこあのクリミアまあ世界史なってはクリミア半島があるクリミアですね。えー、ここはあのロシアの国境艦隊のあの出撃基地でまあ不凍港というまあ冬でも凍らないえ港があるので非常にまあ戦略的な要衝なんですけれどもえー、ここをまあ、えー ロシアが、まあ、ウクライナの,そのクリミア地域というのを独立させると、でこれはちょっと去年,あの去年ぐらいのことなんですけど、それからさらにウクライナの西部の方にまでロシアが攻め込んできているということです。そしててアアジア地域においてもロヒンギャ ミャンマーの中にロヒンギャというのはビルマの盾事で有名なああり仏教国なんですけれどもそこにおいてイスラム民族の少数民族がいるんですがこれが独立をしようとしているとあ他にもいろいろあって南シナ海、えー、尖閣諸島いくつかの問題があるんですけどこの,この最近起こっている事態というのは 領土と領海からなるまあ、えー、主権国家。 というシステムそのものが非常に不安定化しているのが昨今の国際政治の非常に大きな特徴だというふうに思われます。でその意味で言ったらこの上に挙げた地域というのはもともとはやルた体制。 えー、第二次大戦、まあ、あの終戦あの終わる直前の時にやれたというところで、えー、ルーズベルトアメリカのルーズベルトとソ連のスターリンと、えー、イギリスのチャーチルが大体、まあ、世界をこう線を引いたわけなんですけれどもその枠組みの下で、まあ、長らく、えー、60年70年ぐらいやってきたわけなんですけれどもそ,れその仕組みっていうものが、えー まあうまく機能しなくなっているないしは揺らいでいるということをどう見たらいいのかこれを講義全体としては非常に一番中心的なテーマにして考えてみたいということです。でそうしますとこの主権国家っていうのは何なのかと。 何なのかということですね。えー、これはまあ、皆さん、あの、大学受験の時の、まあ、世界史で、えー。パッと思いつくのは、あの、ウエストファリア。ウエストファリア体制条約。 えー、このウェストファリア条約というものが、まあ、ウェストファリア体制といわれる、まあ、主権国家体制というのはどういうものであって、えー、それが1648年ですね。1618年の、えー、1618年始まったと言われ、まあ、始まりは48年の30年戦争を経て、えー、ウェストファリア条約というものがまあ成立したとで。そこにおいては、まああのー 山川の世界史教科書的な理解でいうと、試験国家体制の成立、そして、末延聖国終焉と、 各国ごとの各主権国家ごとの信教の自由とカソリックかプロテスタントこういうふうな理解ってい,い,いうことをああの大学受験の時の社会史で習ったと思うんですけれどもこれに対してどういう性質を持ったものなのか。 えー、ということについて、ま,あ、まず考える中で、えー、それがまあどういう、えー、変遷を経て、このやれた体制といわれるようなあの時代になって、まあ、それが今、今後どういうふうに変動していくのだろうかということを、まあえー、事業全体を通じて、まあ、ご説明申し上げたいと思います。 でその理論的前提の、その国際関係ということを捉えるときに、3つの特徴的な議論ということをまず今日はご紹介したいと思います。セクション1として、国際関係論の3つの伝統、これは繰り返しになりますけれども、激動する国際政治経済を1、理論的。 2、政策的3、歴史的により深く知る学問分野、国際政治経済学を一緒に勉強しましょう、北朝鮮ミサイル開発問題、気候変動をめぐるパリ協定、ウクライナ問題、シリア問題、そしてブレグジット、イギリスのイギリスですね、南沙諸島問題などのホットボタンイシューズ、緊急対応事件を考える視点を、歴史理論を学ぶことで見つけ,たいという見つけようということです。 でこ,れからこれは講義の全体の説明ですけれども国際関係論国際政治経済の6つの理論体系まずですね今日から第2週第3週まではリアリズムという考え方ですね。主権国家体制ということを主権、まあ、あ国家体制においてはその主権総合においては干渉し合わない。 とという原則とその領土領海についてはその主権国家がまあ有するというような前提にあるような考え方なんですけれどもこのリベラリズムリアリズムの理論そしてリベラリズムという考え方そしてそのリアリズムリベラリズムが1970年代ですねそれぞれ経済問題ということをまあ あの重要になるということで取り入れたネオリアリズムそしてネオリビアリズムという考え方について説明します。そしてこのいうか リアリズムとリビアリズムという2つの考え方についてそれぞれ古典的な考え方とそれから経済問題が入ってきたネオがつくネオリアリズムネオリビアリズムという考え方そしてアイデンティティ視点。 特に1990年前後のソ連崩壊後に台頭してきた考え方なんですけれどもコンストラクティビズムという考え方とイングリッシュスクールという考え方の2つを考えたいと思います。全体を通じて あの理論的な特徴をまあバランスよく学びたいと、そしてその上で、その理論だけを聞いているとま、あ,あまり、なんていうんですかね、具体的にあのつかみにくいということが当然ありますので、そうした問題、政策、ポリシーの問題として、先ほど挙げたような、ああいくつかのえまあホットイシューを通じて、近年のホットイシューをまあケーススタディホームワークを通じて、具体的に学びます。 そして、その理論と政策というのがどういうふうに生まれてきたのかということをまあ歴史的展開からこあ、えー、主にまあ経済史という視点からなんですけれども、国際関係の全体としての発展をウェストファリア条約、一時二次の世界大戦、米ソ冷戦、9・1・1同時多発テロという、まあ、イラク戦争というまあ近代史の、近現代史のまあ展開と関連づけながらあの説明したいと思います。まあ、大きく言って 理論、政策、歴史について、まあ、多面的に3つの視点から、えー、最終的にはまあ理論的な到達、あの獲得目標としては、まあえー、このリアリズム、リベアリズムの古典とネオとあと、ああアイデンティティ視点のコンストラクティビズム、イングリッシュスクールというものを説明したいということです。 若干あのプロフィールを説明、私自身の,あの講師の説明をしていきますと、えー、主に、まあ、この国際政治経済学と、あと欧米経済史を、まあ、あの担当しておりますで。研究分野としては、アメリカとヨーロッパの、まあ、軍需産業史、えー、航空機産業と、まあ、原子力産業の歴史を、まあ、あの個別の専門研究としては、えー、研究しております。それをを通じて、えー、イギリス帝国史史拡散レジーム形成史などを、まあ あのもうちょっと広い分野としてはやっており、えー、全体としては、もっとこう一般論としては、パクス・ブリタニカからパクス・マリカナへの転換過程ということを、まあ、あの研究しています、でまあ、著書、簡易役所はまあそ,れれあそれぞれ、両方とも、まあ、軍需産業とまあ国家ということに関わるような、軍産複合体と国家に関わるような国際関係を研究しております。このとこですねまあ、詳しくくホーームページ等を見てください でえーまあ、今日あの限られた時間で説明する問題としてはセクション1から5とケーススタディをやりたいんですけれども、まあ、セクション1ではこの三つの国際関係論の3つの伝統について、まあえー、まあホッブス、まあ、理論的にホッブスとカントそして グロティウスという3つの代表的な論者を中心に説明したいと思います。そしてセクション2では十五週間の2週目から15週まで14週間のコースの実況分と概要そしてセクション3と,で3と3、4、5では全体を通じての理論的な争点 一つはこのウェストファリアっていうことそのものなんですけれどもえまあ長らくこのウェストファリアっていうのは多くの論者にとってのまあいろんな意味の前提前提の前提となる考え方だったんですけどもそれに対する一種のこう反逆というものが始めたのはドイツの歴史学者であるティシケという人です。これ翻訳もあの出ているんですけれども。 これは、まあ、あのやっぱりヨーロッパの人はなんかタイトルのかでかっこいいんですけど「マイス・オブ・1648」ということで1648年にこう以前と以後でもあの国家システムというのが国際関係でまた変わってしまったというような見方というのはこれは一種のこう神話であると。 えー、いう考え方です、えー、考え方というかその、あのー、反論です。で、えー、これをこの,あのティ指ケの、あのーまあ、どういう意味で彼が、えー、ウエストファリア条約というのは、まあ、ウエストファリア体制というのはその、あの神話にすぎないと言っているのか、えー、どうか、あるいはそれがどういう意味を持つかについて、えー、考えてみたいというのがセクション3です。そしてセクション4、号としては、えー、っとですね。 まあ冷戦後冷戦ポスト冷戦期においてそれがどうなるのかっていうことについて、えー、歴,史の歴史の終焉論、えー、というまあフランシスクヤマ この2人は割に有名なあの有名な重要なあの理論家なんですけれども、えー、福山という人が考えたその歴史の終焉論、えー、というあのヘーゲルの,あの歴史論歴史論,あ歴史論をまあ援用した考え方としては、えー、冷戦が終わったらそれまでソ連とアメリカのとの対立の構図であったと、えー、冷戦期っていうのはそれがまあソ連を倒したことに共産主義を、まあ、倒したことによって、えー、今,後は今後世界というのは 大きな,変動はな,くなると基本的にアメリカを中心にアメリカを代表とするような自由と民主主義市場経済というものが世界を繁栄に導くというのが大まかなビジョンだったわけなんですけれどもまたこの考え方に依拠してネオコンサバティブという一種の国際経済関係理論の外交政策でイラク戦争等をやったわけなんですけれどもその 破綻によそのの中東トルコイランシリアイラクをめぐるような問題のえみまあ見て取れますようにえ非常にまあ混迷を中東においてはまあ混迷の度を深めているというところにおいてはやはりあのハンティントンというあの福山の先生でもある人なんですけれども文明の衝突とえやはりまあアメリカ対アメリカヨーロッパの,そのえキリスト教文明と イスラム文明あるいはその中,国中国文明というものがまあ対立するんじゃないかというふうな見方があって、まあ、この「歴史の終焉論」対「文明の衝突論」というまあ論争があるわけなんですけれどもこのの 考え方ですね歴史の終焉論争について整理すると、これの2点ですね、要するにガイダンスとウェストファリア論と文明の衝突論と、文明衝突歴史の終焉という3つのことについてご説明し、最後にキューバミサイル危機。 えーまあ、当然、念頭にあるのは北朝鮮のミサイル開発問題なんですけれども、えー、いろんな意味でまだ、あのー、判,断判断したり評価したりできる、えー、事態ではまだありませんので、えー、代表的な核ミサイル危機器っていいますと、えー、1962年のキューバミサイル危機器ってあの、えー、知ってる人いますかね、えーまあ、出ていかなくてもいいですけれども。 まあ、あの冷戦というのは1947年から50年代、60年代初頭までまあ非常に激しかった、米ソ間の軍事衝突というのは激しかったんですけどそのクライマックスというのが19、1962、え、年、ー、アメリカのすぐそばにそのキューバがありますね、あの中南あのカリブ海に、えー、そこにソ連がこう中距離ミサイルを持ち込むと。 いうショッキングな事件がありましてキューバにおいてカストロ政権キューバ革命においてカストロ政権が成立しそのカストロがフルシチョフと相談して核ミサイルをキューバに配置するというふうなことに対してその時アメリカの大統領だったのはケイディなんですけれどもどういうふうに対処したのかというキューバミサイル危機器について これを検討した政治学のモデルが、アリソンという人の意思決定モデルというものがあるんですが、これについて、ケーススタディとして、国家の意思というのはどういうものが、どういうふうに決まるのかということについての考,考えてみたいと思います。 まずこの3つの考え方ですね、1、2、3ですけれども、これをそれぞれまあ概括しますと、これはブルという、ここで言っているこのイングリッシュスクールという人たちが考えたあり方なんですけれどもあ、すみません、ワイトですね。 国際関係の伝統というものはこの 3, つ3つのあるで、えー、整理することができると、えー、まあ語呂合わせなんですけれども言ったわけです。でこれがまあ、あのー、マキャベリーマキャベリー、えー、それからもっ、えーまあ、と言いますとその来週説明するように、まあ、トキリリスであるとか、えー、までさかのぼるんですけどそれからその、えー、イタリアの外交官であった、まあ、マキャベリー。 君主論を表した人ですねそれからまあ,あのイギリスのホッブス「えー、万人の万人」に対する闘争で聞いたことあると思いますけれどもそうしたまあそしてまあ現代のリアリストになるまで、えー、リアリストリアリズムというふうな伝統の人たちです。でそのの人たちっていうのは、えー、国際的アナーキー 要するに、まあ、例えばそのウェストファリア条約で言いますと、えー、各主権というものはあ,のあるんですけれども各国の主権というのはあるんですけどそれまでは神聖ローマ帝国であるとか、えー まあ、ローマ教皇という形で、あのー、その上位にある、あのー、上位者政治的上位者がいたんですけれどもこれが、まあ、各国家っていうのが自立することによってそれ以上の政治的上位者を認めずその関係が究極的には戦争によって調整される独立した主権国家の複合体として、えーまあ、見られるということです。あのー、スライドは 今、取ってもらっているように、OCW で事後的に公開されますので、まあえー、取ってもらってもいいですし、あの後でそれを確認してもらってもいいというような形でお願いします。それから、それに対するものとして逆、先に3の方を説明しますけれども、革命主義者、レボリューショナリストというものは、えーまあ、普通の言い方で言ったら、 リベラルという話ですね。えー まあこのに1週間ぐらい、なんかあの政治、日本の政治をめぐる状況というのは、リベラルか、保守かということがまあよく言われてるんですけれども、このえものとまあリンクするかどうかということについては、後ほど考えますけれども、そうしたまあ一種の理念ですね、理念ということを重視する、レボルトという意味ですから、政権転覆ということも含めて考えるえ考え方の代表者はまあ哲学者の関東 なんですけれども、まあ、彼はあの哲学者としても非常に哲学者としても自然科学者としてもまあ大きな仕事をしてるんですけれども政治においてもまあこうしたこのリビアリズムというふうな考え方をえ提唱したあの人ですね諸国家の社会あるいは諸国民の家族という概念です。つまりあの 「永遠平和のために」っていうあの文あの言わない文庫のすごく薄い本があると思うんですけどそこにまあ、そこのエッセンスが書かれてるんですけれども政治的上位者は存在しないもののここに本意し政治的上位者が存在しないことはまあリアリストと同様なんですけれども主権国家の複合体は道徳的および文化的な全体性を形作ると。一種の、まあ 国際協調っていうことがまあ,あのあれ国際協調なりそれを実行するものとしての国際機関ということがまあ存在するというようなまあ考え方です。まあ、それの1と3の中央の道中用の,の道としてワイトが評価しているのがグロティウスっていうまあ国際法の地位ということで法学部の えー、方はまあ国際法で授、あのー、業等で、えー、しっかり勉強していると思いますけれども、えー、平和な機関における主権国家間の継続的かつ組織的な交渉国際的かつ制度的な交渉ですねこれを重視すると国家間の交渉ということがあり得ると、えー、外交商業ですね、えー、いうようなあのものが、えー、レーションラシュナルの,そのレーションというものはまあそうした理性 のようなものがあると考える道であります。まあ私もこの三つの流れでこううまく整理できているというふうに思います。それでは次にあのその三つの見方についてそれぞれもうちょっと詳しく見ていきたいと思います。これをまああのイングスクまあ主要人物はまあワイトと えー、ブルーという2人有名なあの著名なあの有力な論者がいるんですけれども、まあ、ブルーによると、えー、このリアリストというものは軍事力を示唆する締結鉄血で不道徳なマキャバリー主義者、えー、そして、えー、先にカント言いますと転覆レボリューションですねレボリューションと自由を伝のと伝道旨胸とするカント主義者。 えー、そして、えー、真ん中のあの中央の道として国際的エスタブレシメントの視点を代表し、ポートチッと約束を問じるグローティー主義者というまあこの三つの流れがあるということになります。まあそれをホ、えー、ワイトの三 R をブルーがこう言い換えたというあのようなものです。 でリアリストの、えー、代表者としてはマキャベリーですね、えー、イタリアルネサンス期の歴史家政治家外交官で、えー、有名なのは、まあ「君主論」というあのもうですね「チザレボル,レボルジアを」を、えー、モデルにしたような、まあ、君主がどうあるべきかあるいは裏切あの君主たるというのは、えー、他の人を裏切ってもとにかく目標を達成しなければならないと、えー、いうものと。 これはですね、こ,こら辺の,あのマキャベリとかあのいくつかのやつに関しては「あのもう一度読む山川」シリーズというのあるんですけれどもあの山川であの世界社会科目勉強されたことがあると思うんですが山川出版社からこの「もう一度読むシリーズ」というものがありまして、えー、なかなかあのコンパクトにまとまって,て、えー、読みやすいて、まあ、こういう考え方ですねリアリスト。 2人目の代表的なリアリストとしてはまあホップス1588年から1679年この1651年に出版されたリヴァイアさん海の怪物のような海の怪獣怪物というような意味らしいんですけれども、まあ、国家というものですけれどももし国家や法律がない自然のままの状態自然状態に人間を放置すれば すべての人が利己的に行動し、無制限に自由に振る舞う結果、互いに担任を敵として争う、はまじ的な闘争状態に陥ってしまうと、これはまあよくいわれる万人の万人に対する闘争ですね。でこのリヴァイアさんが書かれた時期が1651年と。 ですから、この1618 16年から1648年の、えー、30年間で、非常に大きな変、あのヨ,ロッまあ、そヨーロッパ局所的に言っても、えー、大変な時代だったということになります。そこの、えー、状況を見ながら、まあ、考えた、えー、理論として、えー、ここに挙げている1651年の、まあ、リバイヤさんという、あのーえー 血、まあ、地で血地を争うといいますかあのそうした、えー、考え方っていうことを、まあ、あの自然権を自然,自,然権自然状態、えー、自然権思想を、まあ、あのベースにしながら考えたわけですこれを、まあ、バリー・ブザンと言いうこれも、まあ、イングレッシュスクールの人なんですけどこういうふうに、えー、評価しています国際システムホップス・マキャベリーというものは、えー、国家間の権力政治を対象とし 国際的な無政府状態、これはアナーキーです,ーーですね、の構造と過程と国際関係理論の中心に置いたと。国家を主うとする存在論の上に立ち、物資主義、合理主義的な方法論と構造を重視する理論によって解明しようとしたと。ですので、リアリズムの考え方というのは要するにアナーキーを前提として、 パワーストラクチャーですね、こういったもの、あるいは、まあ、マテリアイズムというものを、まあ、重視したということになります。そしてまああの、まあ、下のリボリューショナリスト、エビラリストの代表としては、まあ、カントがいるんですけれども。 1724年から1804年、18世紀末に、永遠平和のためにをするあの執筆すると、世界を永久平和へと導く要因として、共和主義、連邦主義と並べて、経済の発展、相互依存を挙げたと、人間の理性の及ぶ範囲と限界を見極め、理性の能力を吟味する批判哲学を確立したと。 互いの人格を目的として尊重し合う理想の共同体を目的の王国と呼んだ。 これは後に歴史の終焉論とまあヘーゲルのところで少し説明したいと、思いますいいます,で、えー、すごいことを言うんですけれども、その当時においてはまああの、ちょっと常軌を逸しているというほどのことなんですけれども、各国が常備軍を撤廃し、国家の連合体を作って、まあ、永久平和を確立しなければならないと説いたと。 これはもうあの18世紀末です、ね、の時点において、まあえー、考えるとしたら非常にこう、まあ、革命的なと言いますかあの考え方なんですけれどもこれが現実にやっぱり力を持ったということですねその永久の理想っていうものが国際連盟や国際連合の精神に引き継がれあるいはまあ今の,あの具体的な問題に関しても えー、例えばその核の問題に関しても核不拡散レジウムであるとか、えー、そういったまああの問題にまああの影響を与えているまあ非常に重要な、あのー、理論家ということになります。ちょっとその国際カントというと、まあえー、哲学者というイメージが強いと思うので当然主、あ、た、のーえー、る業績はそこにあるんですけれども国際関係理論家としてもまあこのように、えー、重要なあの方であります。 でブザンによるとカントが考える世界社会そうです、ねえー、リアリストにとっては各ソブリン・ステートというものがあの大事兼分析の主体だったんですけれどもカントというのはこの全体を考えたということになります。 そこにおいてはまあ国家だけではなく個人、非国家主体そして究極的にはグローバルな人間集団全体をグローバルな社会アイデンティティや取り組みを中心としているとそしてまあ国家システムを乗り越えることを国際関係理論の中心に据えている普遍主義的コスモポリタニズムという形を取ったということになりますですから、まあ、あのリアリストのリアリズムの場合はウェストファリア的な試験ウェストファリア的なあの意味での,その国家試験 漢、えー、の関係が分析の中心だったのに対して、えー、関東は、まあえー、それを超えたまあ世界社会、えー、ということをまああの分析の対象に据えたということになります。 でグロティウス、これはまあオランダ人なんですけれども、えー、戦争と平和の法を1625年に表しました、まあ。いわゆる国際法の父ともいわれているんですけれども、えー、国家間の関係にも自然法に基づく法が相当なるとして、法による父の維持を訴えたと。えー、その後、西ヨーロッパ、えー、諸国が中心に開かれた国際会議で、国家間合意した約束が国際法として認められるようになったと。というと、えー、まあ、 個別の国家主体主権国家を分析の基礎としその主体としての,そのパワーでありその関係としての構造アナーキーの中での構造ということを問題にしたリアリズムとそしてカントのようなこの世界全体を対象としたようなレボリューショナリストそしてこの国家間の関係ですね。 国際法と条約交渉というものを国家間、国家主体間が取り結ぶというふうに考えたというふうに理解していただけたらいいと思います。ですので、まあ、あのこの意味でそのリアリスト、レボリューショニスト、ラショナリストという3つの伝統というのが説明されるということです。 国際社このとまあ世界,世界社会と国際社会って、訳語の問題であるんですけど、まあ、その国家と国際というのは、関係という意味で、あの世界とは違う国際という風なニュアンスでまあ理解していただきたいんですけれども、国家システム、国家間社会、国家からなる社会という,うなあの見方ですで。国家相互の利益やアイデンティティを対象とし、国家間で共有されている規範や規則。 こうなるば、これもまあ大事になっていくわけですね。で、制度を維持することを国際関係論の中心に置くと。 個人が人間としての社会の中に行き双方が互いに形成されるように国家もまた国家の社会の中に行き双方が互いに作られると考えるというふうな見方になるわけです。まあ、これはここまではちょっとあの3つの伝統の説明ということになります。 えー、そこでまあちょっとリベラリズムっていうことに関して僕もちょっとあの疑念があったんですけれどもじゃあリベラルって何なんだろうかとこれですけどもえー、類義語リベアリズムっていうこともリベラルっていうことの類義語としては、えー、イデアリズムっていうことがありますよね。 彼は理想主義者だというふうなあの彼はリベラルだとか彼は理想主義者だというふうなものとしてイデアル理念というものに忠実である、えー、見にくいですかねすみません。 こういういがありますよ、ね、イデアリズムイデアリズムっていうまあイデアっていう考え理念っていう考え方もう一つは、えー、ユートピアニズム、えー、ユートピアン、えーまあ、例えばあのー「君の言ってることは空ー空論だよ」とかそのあの政治家の言ってることは空ー空論だよとかいう意味で、えー、ユートピアの「ユっていうのは えーまあ、ラテン語で「言う」というあの何もない場所という意味で「トピア」が場所ということなんですけれども、えー、何もない場所を求めているというような意味での、えー、本質的意味でその空想主義ですね。えー この軸っていうのはやっぱり重要なんじゃないでしょうか。あのというのはあり得ると思います。でもう一つの意味としてはこれはあのこの意味で言ったらその例えばイデアリズム・リュードピアリズムっていうのはこのリアリズムの対義語ですよね。えー、リアリズム例えばその何と、えー、いうかあの希望と入れなかったなそのリベラルっていうのはそのリアリズムの反対であるとかそういう意味で言いますけれどももう一つのリベラルズムの意味としては。 コンサ,バテ,コンサバティズムこれがまあ,あの保守と言ってもいいんですけれども、えー、リベラルあの人は保守派あの人はリベラルリベラル左派右派というふうな、えー、ことを言いますけれども、えー、まあ何が何で分かんないこともありますけれども、えー、このリベラリズムとあのこの青で書いたやつの関して言うと、まあ、国内政治のパターンですね。 でですので例えばリベラリズム、アメリカにおいての国内政治においてはリベラルとコンサバティブというのは明確に、まあ、いろいろなこう価値観としてまあ違っていて例えばリベラリズムといったらまあ民主党ですね民主党と共和党ちょっと見かけにくくとすみません。けど で例えばその中絶を認めるかどうかとかあの人口中絶を求めるかどうかとかそれこそ、まああのー、当然こちらの中東ヨーロッパも大変なんですけどアメリカにおいても、まあ、トランプ政権が登場して以降のまあ人種差別であるとかそういうような問題その,その上に関わるようなまあ えー、暴動であったりとかまあいろんな問題が起こってるんですけどそうした意味で、えー、コンサバティブコンサバか、えー、リバイズムかというような問題があると思います。まあですけどまあとりあえず国際関係理論においてはあのー、リバイズムというのは、えー、当初僕はあのー、イデアリズムといった方リアリズムというのは、えー リベラルえー、このリ,リアルとあのイデアとの関係として捉えた方がすっきりするんじゃないかというふうにまあ思ってた時期も、えー、あるんですけれども、えー、要するにリアリズムの場合は現実から出発して理念に行くとそして理念から出発して現実に向かおうとするのがまあ、えー イデアリズムというふうにまあ理解した方がいいし、えー、思ってたんですけど、まあ、そのリベラルっていうことに一定のあのー、積極的なまあ内容ということがあるんじゃないかというふうにまあ思い出して、えー、今は、まあ、あるいはと同時にその、えー、国際関係の教科だい大体これを、えー、こういうふうな関東の中にあるような人たちをリベラリストというふうにまああの まあアメリカの国際関係論ではずっと使われているのでそれをわざわざ言うおうとなる方もあんまりこう摩擦を生じるだけだと思って今はリベアリズムというふうな言葉を使っています。でユートピアニズムという言葉はリアリストの人がリベアルの人たちを批判するきにりに悪く言うときに使う用語ですね。彼はユートピアニズムだとあの後に リアリストの中で有力な EH カーという人がえこれ有名なのは「危,危機の20年」という1919 19年から39年のまあえリビアリズムウリソ,ソン大統領が掲げたようなリベアリズムの考え方っていうのがまああの破綻していくことをまあえ書いた「危機の20年」という本と「の20年」という本と。 多分こちらの方が聞いたことがある可能性が高いと思うんですけど、歴史とは何かという歴史学に関する基本的な考え方を示した本で、の著作でも有名な人ですね。そうしたんかは、カーナンドはそうしたウリソン的なリベラリズもユートピア主義といって非常に辛辣に批判するわけです。ちょっとこの 最初こういうふうにリベアリズムとリアリズムというのは対立する考え方だということを念頭に置いて今後の授業についてちょっと聞いてくださると分かりやすいかと思います。それではセクション3として全体のコースの時期区分ですねこれをもうちょっと詳しく見ることと具体的にどういうトピック内容を扱うのかということについてお話ししたいと思います。 えー、非常にこう大雑把に言うんですけれども、えーまあ、リアリズム視点、リベラリズム視点、アイデンティティ視点については、す、え、で、ー、に今、あのセクション2で説明したとおりなんですけれども、これを、えー、かなり強引ですけれども、3つの時期に加えあの区別したいと思います。まずまず、あ、ウエストファリア体制、えー、そのの年年から年までの、まあ ウェストファリア体制ウィーン体制と言われるような時期ということを、まあえー、中心に置いたのが、まあえー、この、えー、第2週第3週のリアリズムと第4週第5週の、えー、リビアリズムというあの説明になります。でそれが、まあ、冷戦期においては、えーネオリ,えー、リアリズムが、まあ、ネオリア,リアリズムに。 リリリリズズムムがネオリアリズムに転換していくこの6週から11週までが非常に長い本論ということになります。そして冷戦後に出てきた考え方としてアイデンティー視点のコンストラクティビズムという考え方とそのリアリズム視点アイデンティー視点リアリズム視点を全部入れ込んだ形で理論構成したイングリッシュスクールという先ほど言ったようなそのワイトブルーなどを代表とするような 論者の考え方ですもちろんイングリッシュスクールっていうのはその冷戦期から活発に活動してるんですけどこれが主に論壇で注目されるようになったのがその時期ということでこういうふうにしたいと思います。ですのでこの2週から15週を通じてこの6つの考え方を具体的に政策と歴史から考えていくということです。 でえー、この3つの時期を、えー、秩序という概念から、あのー、整理したのがこの、えー、マトリックスですで。時期としてはウエストファリア体制冷戦期、ポスト冷戦期というんですけれども、えー、ここにおいては、まああのー、ウエストファリア体制においてはやはり外交的秩序という、外交ということが非常に、えー、重要だったということになります。しかし、あの冷戦期においては、覇、ま、権、ああのー、ですね、ちょっと新しい要素ですけれども。 ヘ、えー、ヘゲモモこれはあのー、やっぱり非常にこうあのネオリアイズム、えー、ネオリビアイズム、えー、という考える場合にまあ非常に中心的な、あのー、概念概念ですね理論的な、あのー、コンセプトになってくるわけです。でこれをまあ、えー、経済学から見るということになるんですけど、まあ、覇権っていうのは何かと。えー、具体的に言えば 国際公共財です国際公共財としての これはこの該当する章でより詳しくやりますけれども公共財というのは経済部でいうと私的財。私的財と対する考え方でサミュエルソンという人が経済有名な経済学者がまあ 発展させた考え方ですけれども、えー、指摘たいというのはまああのまあチョークでも、えー、黒板でもまあそのあのカメラでもいろいろあるんですけれども、それに対そういうのはその排除性 排除性性、と競合性、まああのー、詳しくはそのセクションでやりますけれども、えーまあ、チョークだったら使ったらなくなるであるとか、えー、私,が使っ私がこの、えー、iPad を使っていたら他の人は使えないであるとかそういう性質を持ってるんですけれども、えー、例えばこれ世界平和とか言ったら抽象ですけども堤防。 海の堤防とか海辺にある堤防とかまあ灯台とか、まあ、それは、えー、社会を行ったのため必要な工業の必要なものなんだけどそれは別に、えー、誰かが買ったりするものではないので。えー どう,まあ、あのどういうふうに供給するのかという問題が生じてくるとそれは国内的には、まあ、あの政府がやればいいんですけど国際的にはアナーキーな状態だったとしたら例えば国際公共財として世界,世界平和であるとか、まあ、自由な貿易通商体制というのをどういうふうにするのかあるいは環境問題といいますと、えーまあ、その因果関係的にその、えー、二酸化炭素を排出することと温室効果ガスの排出ということとその環境変、気候変動ということはまあ えー、関係あるかどうかということについては、まあ、あの理系の学者の人は、まあ、いろいろ問題にするところですけれども差し当たりそれが成り立つとしてそうしたあの環境問題ということをどう、えー、起こさないようにするのかとかそういった問題に関して、まあえー、知事を提供するものととりあえずはまあそう理解してください。そして規範といいますのは、えーまあ、例えば人道的介入とか、あのー、あるいはこうした 先ほどあったようなその、えー、クルド人が独立するべきか、えー、ロヒンギャの人たちどうするべきかということについて、えー、規範の問題という、オーダー規範の問題というのノルム、規範の問題ということが重要になるのが、まあ、ポスト冷戦期の、まあ、特徴であるというふうなあの捉え方です。 まあもちろんその冷戦期において外交がまあ重要でなかったとか、ポスト冷戦期において覇権とか外交というのは重要でないということではなしに、時期を通じてえ冷戦期においてはまあ外交的秩序に覇権的秩序が重要になり、ポスト冷戦期においてはさらに規範的秩序もまあ重層的に重なり合うように重層化していったというふうなあの理解です。 でそれが、まあえー、リアリズムリベアリズムとネオリアリズム、えー、ネオリベアリズムというふうになるんですけれどもそして、まあ、コンサーティビズムイングリスクールに関しては、えー別にえーまあ、ちょっとクリってなんですけれども最近において、まあえー、国際関係論のごく10年ぐらいの、えー、研究で言いますとこのまあ6つぐらい。 この5つですね、5つぐらいがまあ主要な考え方、理論ということになると思います。で、リアリズムから発展したものとしてのまあオフェンシブリアリズムというのは、あ,あれですね、まあ、北朝鮮問題で言ったら、勇ましいことを言う人が多々あるんですけど、まあ、あの日本も核武装をするべきだとか、力には力でとか、その多機器を攻撃しなくてあの、北朝鮮を攻撃する能力を持たなきゃならないとか、まあ、そういうふうなあの人たちの考え方の、まあ、基礎基礎に 本人たちが自覚しているかどうかは別にして、このオフェンシブリアリズムという攻撃的リアリズムの考え方というものがあります。もう一つにはリベアリズムの発展系として、二つの文化として、ネオコンサバティズムとリベラル大戦略とリベラルグランドストラティジーというような考え方もあります。ちょっとこれが外観図ということですね。 でこの時期についてリビアルグランド・ストラテジーという先ほどリビアル大戦略に分類されるアイケンベリーという学者の方が整理したのがこういうふうな時期区分です。1648年のウェストファリア条約というのはヨーロッパ大陸の戦後処理であったと。 この,ウエストファあの30年戦争がどれほど重要な戦争だったのかということは、えー、リヴァイアさんとブ、えー、ローティウスの,あの、えー、でしたっけ戦争と平和の方ですね。 まあこの、えー、リアリズムと、えー、リアリズムとラシナリボリュあのラシナリズムという2つの、えー、両方の,、まあ、あの画期となった、えー、作品である、まあ、ホップスのリヴァイアさんと、えー、グロティウスの「まあ、戦争と平和」の方というのが、まあ、ほぼ同じ時期に、えー、30年戦争をベースに。あのを えまあはためで見,あの見ながら作あの出された、えー歴,史的まあ、歴史的意義を持った本であるということでまあ非常に大きな画期だったんですけれどもこれはまあヨーロッパ大陸の戦後処理ということがまあウェストファリア条約ではなされたとそして1713年にユトレヒト条約、えー、これはまあ覚えてる人あの名前は聞いたことあると思うんですけれどもヨーロッパの国家システムの中にまあイギリスが関与するようになった始まりであると、えー、いうことになります。 そして1815年、ナポレオン戦争ナポレオン、フランス革命とナポレオン戦争という、これも非常に大きな出来事なんですけれども、ネーション・ステーツができたということで、非常に重要なんですが、その戦後処理に当たるウィーン条約では、より広範な植民地と非ヨーロッパ諸国の交渉に引き入れられたと。そして20世紀においては、戦後処理は真にグロ,ーブ化されグローバル化され、まあ、 第一次大戦後のベルサイユ条約、パリ条約と、えー、1945年後の,、えー年後のまあ、ドイツと日本の占領と再建と、えー、ここにおいては、まあ、アメリカが大きく開かれた民主主義国であった、えー、アメリカの透明性とアクセスの良いさが、まあえー、重要だったということになります。うん、で、まあ、これは、まあ、大体、まあ、ウェストファリア体制においてウェストファリア体制、ベルサイユ体制。うん えとまあ冷戦期においてはまあアメリカの覇権安定期と衰退期、ポスト冷戦期でもイラク戦争前とイラク戦争後というような感じですね。近代国際関係史として、特にそのえ経済的な側面から考えるポイントでご説明、講義の中でまあ解説するところをトピック出して,いきまだしておきました。イギリス帝国と制 第一次大戦の原因と起源戦艦期前期戦災賠償問題、戦争のあ時にイギリス、フランスというものはアメリカに借金をしたんですけど、それをどう返すかという問題ですね、それとドイツから賠償をどう引き出すかという問題です。あと、大恐慌と第二次大戦の原因と起源そして1930年代のイギリスの融和政策、ドイツナチズム・アメリカ・孤立主義という考え方。 そして冷戦期においてはブレトン・ウッズ協定第二次大戦後、西ヨーロッパ復興問題マーシャルプランニクソン・ショックプラザ合意とでポスト冷戦期においてはグローバルインバランスと、まあ、近年あのこの秋ぐらい一番大きな国際経済の問題は量的、まあ、緩和から、えー、が終わると終わるっていうのはあの、まあ、アメリカがす、ま、で、あ、に金利は上げているんですがこれが、まああの多分上がるだろうということで、まあ、アメリカが、えー 単独で金利を上げると、えーまあ、アメリカとヨーロッパ、アメリカと日本の金利差がついた場合に、まあえー、お金がどんどんこうアメリカに流れていってしまうということを、えー、ですね、これをどう考えるのかということについて、ちょっと、あのー、わ私が整理できる範囲でちょっと説明してみたいというふうに思います。これも、まあえー、この経済史の流れの中で、えー、グローバルインバランスというようなお金の流れがどう展開したのかということから、まあえー、説明できたらというふうに思っております。 まあ日本銀行によっては、これはアメリカと ECB が金利を上げたら、ちょっと大変ですね。はい、でケーススタディとしては、あのこれはあの皆さん、パンダのやつ見られましたかね、パ,パンダにすでに登録されています、経済紙にとして登録されていますので、事前にアンケートを、これに上げたやつの中で、えー、関心の動画を聞いたんですけど、まあ 皆さんあのいろいろあの関,心が深いあの関心を持つ度合いと、まあ、その理由を聞いて、まあ、非常にあの参考になることが多かったんですけれどもリアリズムに関しては、まあ、まずウクライナ問題ですねそれとシリア IS 問題などの中東に関わる国境線に関わる問題そしてイベリ,リズムにおいては、まあ、超国家的統合であるような、まあ、EU というものが今後どうなっていくんだろうかと。 という問題と、えー、ブレグジットと、まあ、TPP、えー、そしてネオリアニズムとしては、まあ、イランの核合意、南シナ海問題、えー、一帯一路構想ですね、そしてネオリアニズムとしては地球温暖化問題、えーまあ、マクロ政策協調、人民元問題に関して意外とあの皆さん関心があのないようなあのアンケートだったんですけれども、えー、結構重要です、えー、それから、えー、アパルトヘイト、歴史認識問題。 問題は、非常に皆さん、アンケートをリプライくださった人は、高い問題意識を持たれていました。当然、韓国での、韓国と日本の間での慰安婦問題であるとか、慰安婦をる問題であるとか、中国と日本の間の,その南京攻略をめぐる問題であるとか、 えー、ありますけれども、えー、多分これをやるとこれをあの本気であのやるとあの炎上しがちなトピックなんですけれども、えー、多分多分あの予定ではあの原爆投下問題をやりたいと思います歴史認識問題に関してはスミソニア博物館の原爆展示問題って聞いたことありますかね、えー、基本的にに原爆投下ということに関してはあのー オバマが広島に来てオバマ大統領が広島に来て、まあえーまあ、歴史的和解よというふうに話をしたんですけれどもアメリカの基本的なまあ現代史の見方では原爆を日本に原爆を投下したことによって、えーまあ、戦争アメリカ人の,あの死ぬ若い兵士が死ぬことが、えー、最小化され、えー 戦争,戦争に勝ったまあ非常にいいことだというふうに理解してるんですけれども、えー、それを巡、まあえー、って、ま、あの日本の歴史に日本の、まあえー、ある種の,あ,のある特定グループの人たちの歴史認識とまあ異なるわけなんですけれどもでスミソニアン博物館というのはワシントンにあるあの航空宇宙博物館なんですけれどもそこにこ B29 エノラゲイっていうあの広島に原爆を落とした、あのー まあ、B29 爆撃機の展示をするという企画がありまして、えー、そんなのはだめだというふうにこうものすごいこうアメリカ国内で反発が起こりまして、えー、結局展示を使用に最初あの最ミニマムな形でしかできなかったんですけどそうした問題について、まあえー、日米間という、まあえー、現在においては非常に強固な、まあ、クローズな、まあ、あの同盟関係にあると言われている国の間でも、えー、こういう問題があるという形で、えー 説明、ちょっとケースとして、まあ、取り上げたいと思います。このコンストラクティビズムっていうのは、コンストラクション。 まずお,お互いの国同士お互いの国同士、お互いの主体感が、えー、どういうふうにこう認識し合うのかということが、えー、大事であるというふうな見方でして、えー、例えば、まあ、冷戦期においては、えー、西側の諸国というのは、まあ、資本主義国として組織されたりとか東側の諸国は、まあ、あの共産権として組織されたりとかあるいはそれがどういうふうにこう解体してしまったのかと。 でえー、リアリズムの説明からではリアリズムの考え方ではソ連の崩壊というのは説明できないじゃないかというふうなのが、あのー、コンストラクティビズムの人の言い方です、えー、ソ連というのは、まあ、ものすごい巨大なこう軍事力を持っていたわけですね軍事力兵器、あのー、核兵器を持ったのにかかわらず、えー、解体してしまったのはなぜかと。 これはリアリズムにおいてもリアリズムからもリビアリズムからも説明できないのに対してそういうまあゴルバチョフのその当時初期,長あの初期長大統領だったゴルバチョフのペレストロイカであったりとか新思考であったりとかのいうようなアイデアっていうものがあ,のあるいはその総合認識アメリ西側との総合認識っていうものがソ連ソ連共産ソ連等の社会主義体制崩壊につながったというふうな考え方でしてそうした相、ま、互、あ、主観の問題っていうことを、まあ のの問題とということを取り上げたのが、まあ、コンストラクティリズムですそしてイングリッシュスクールに関しては累積債務問題と EU 難民問題なんですが、えー、アンケートで累積債務問題というところで、えー、私ちょっとの,あの念頭にいたらその第三世界の累積債務問題を念頭に置いたんですが皆さんはアンケートに答えられた方はあの日本の 累積債、日本の,その財政問題、いう国債問題ということに、えー、と理解して、すごく関心があることが分か,ったので分かりましたので、ちょっとこれについても、えー、調べて、ちょっとあの説明してみたいと思います、日本のことについても。はい、あんまり国際政治経済では関係ないですけれども。えー、っと ちょっと時間の問題もありますので、えー、先にケーススタディの方をあのウエストファリアと、えー、歴,史歴,史の認識歴史の終焉問題ということですけれどもちょっとまあウエストファリアをちょっとだけあのやります。30年戦争、えー、1618年から48年とで、まあ、これはもともとはまあ、あのー ルター派新教諸国、新興、新教,新新教諸国と、急教国との,、まああの小競り合いから始まったんですけど、徐々にハプスブルク、ハプスブルク、えー、帝国全体をめぐる問題になって、さ、え、ら、ー、には、ウェイアールは緑色、デンマークですね、デンマークとかスウェーデンとか、まああのー、この当時のように非常に大国なんですけれども、えー、介入してきて、まあえー、ぐちゃぐちゃになるという話なんですけれども。 それが1648年にベスト・ファーレン内しウエスト・ファリアというところで条約が結ばれると、これがその時のそれを描いた絵画ということになります。で、イングリッシュ・スクールによって整理された古典的ウェスト・ファリアの国際社会は以下の5つの制度があります。戦争そして外交 3人、その勢力均衡、英語で言いますとバランス・オブ・パワー、4、国際法、大国による管理の上という問題と、そして新たな制度として、主権とナショナリズムというのが加わったということになります。それまで、中世というのは、帝国、神聖ローマ帝国と、教皇、ローマ教皇を敬う、キリスト教共同体であったわけですね、ヨーロッパっていうのは。 それが1648年、ウェストファリア条約以降、近代主権国家間の公式化された関係となり、国内的には政治的な秩序と、国外では地政学的な無秩序。これが一番のポイントでして ここが主権ですね主権で領土,領土を持った主権国家というのがありその範囲内においてはこの時国民という概念はないと思ます、ね。市民は主権に対して従属しここにおいてはまあ秩序国家内において 国家内においては、試験国家内においては、秩序、試験を中心としたようなソブリン、ソブリンを中心とした秩序というものがあって、しかし、それで、その相互の関係というものは、無秩序。で、それぞれの試験というの,試験というのは、 自分の国に対しては自分の親民に対してはまああの命令権を持っているけれども他,人の他の国のえ主権国家に属する親民に対してはえ何も言わないとえ内政不干渉と。で、無秩序において成立するのはまあバランス・オブ・パワーと。 えーまあ、外交、外交、戦争であったということですね、父親で見ていまあここまではまあ理解しやすい話だと。これをいくつか先に,げ先に挙げた理論家の人たちが整理するわけです。 ちょっとこれはあのそれぞれの人が言っていることの特徴というのはその各,、えー、州各州のところでもう一回あの改めて言いますので、まあ、最初は、えー、それぞれどういうふうな捉え方をしているかということだけちょっとあの頭に入れてほしいんですけれども、えー、ネオリアイズム、えー、で、まあ、こ,あのこの人たちは重要な人なのでまああの。えー 覚えてておいていいたただきたいんですけどウォルツという人とミアシャイマーという人は、手、えーまあ、シケのまあ整理によるとですけども、体系を構成する紛争単位の、えー、国際的な性質から導き出される、えー、無秩序で競合、えー、的な国家体系によって及ぼされた圧力と、えーまあ、ちょっとわ、えー、かりにくいですけれども、えーまあ、無秩序で競合的な国家体系というふうなものとして見るということで、まあ、基本的にネオリアリ,ズムリアリズムの考え方ということです。 でもう1人、ギルピンという人は、えー、これは全近代的な帝国のサイクルというのがあったんだけれども、えーまあ、ポルトガルとかスペインとかですね、えー、それがまあ分水嶺としての17世紀を経て国民国家の間で勢力の均衡を取る近代システムにまあ転換していったとそしてその中でパクスブリタニアからパクスアメリカ内へ転換していったというふうにまあ理解します。うーん リベラリズムのクラズナーという人の理解として、まずクラズナーの歴史権論としては、国内的試験、国家内の権威の構造と国家の支配の能力というものと、総合依存的試験、国境を越えて移動する商品、資本、人などの管理に関わる公的権威の能力、国際法的試験、国家間の総合承認により得られるもの、そしてウェストファリア的試験として、一定の領域内、国内の政治的な権威、が外部の主体から自立している、あるいは えー、外部主体の影響を受けないことを示すものということなんですが、えーまあ、2が主にそのリベアイズムの考え方ということなんですけれども3と4国際法的試験とウェストフライ的試験がどう違うのかとだけ言いますと例えば台湾とかですね台湾という台湾中華民国というのは、えー、国際法的には えー、認められていない、えー、外交関係を持っていない、えー、国家だけれども、まあ、政治的、えー、単位ですけれどもウェストファリア的には、えーまあ、事実上の暗黙の了解としてまあ試験が認められているというふうなあのものとしてあるというふうなことです。そういうあのウェストファリア的試験というもの,があのを考えたということになりますね。 でラギーというコンストラクティビストはネオリアリストが言うようにもし無知序が多様な政治政学体系の明確な特徴だとしても国際的な紛争協調のパターンがここでかなり違ってなっていることは説明できないとそのことによってつまり近代的国家体系の形成に関する歴史改革を必要とするというふうな見方ですそれに対してティシケという人は えーまあ、もっとこうあの経済史的な見方なんですけれども、えー、1648年というのは、えー、近代的な国家間の関係についての突破口になったところか、えー、絶対主義国家、えー、君主による絶対的な権力の行使を基本とした、えー、国家政治体制が形成されていく最盛期であったと。実は今あのー 1648年がどういうかというと絶対主義体制という絶対主義国家というのはアブソリュート、えー、ネーションというふうにですかね、えー、なんですけれども、まあ、そういうのが台頭した年だというふうにまあ理解するわけですそして1648年というのはお互いが絶対主義の王朝によって統治される国間の関係を容認し規定した年であったということです、まあ、ちょっとこれはあの改めてあの整理してまあご説明したいと思います セクション4として、えー、現代の世界をどう見るか1、えー、としてまず歴史の終焉論、えー、福山はフランシス・福山は1989年のエッセイ歴史の終焉を」を、えー、ナショナルイントレスト誌にあの発表します、えー、リベラルなあああの、えー、お父さんがあれなんですかねそのあのに関西お父さんかそのお母さんかなんかその親族の人が、まあ、関西大学の学長だったという人らしいですけれども リベラルな民主主義が伝統的な国主制やファシズム、あるいは最近では共産主義のような敵対するイデオロギーを打ち破ったと。リベラル民主主義が人類のイデオロギー上の進歩の終点および人類の統治の最終の形になるかもしれないし、リベラルな民主主義、それ自体がすでに歴史の終わりなのだと。要するに、アメリカを代表とするようなリベラル,リベラル民主主義、市場主義とい,うものが市場というものが世界を覆うという考え方です。 この背景にはヘーゲルの歴史をただ一つの一貫した進歩のプロセスとみなす歴史観というのが背景になります1970年代、80年代にはラテンアメリカ東欧、ソ連、中東、アジアにおいて政治体制がぐらつきリベラルな民主主義が波及しますそして自由主義的な経済原理として自由市場が普及し第三次世界諸国でも前代未聞の物質的繁栄が遂げられると があの達成されるとそして、まあえー、彼の言うところでは、えー、それは人類のイデオロギー上の進歩の終点であり、えー、人類の統治の最終の形であり、えー、リビアル民主主義それ自体がまあ歴史の終わりであるということです、えー、この考え方にはまあヘーゲルの,あの歴史哲学が非常に大きな影響を与えていて、えーまあ、ヘーゲルは歴史とは人類の先進が自由を実現していくプロセスだと考える近いしは自分の意識の進歩であると説いたと。 まあ改めて説明しますけれどもさっき言った目的の国という考え方ですね。 まあ歴史を大掴みに見る見方で一応歴史観をこう打ち出しているというのはえ非常に代表的な人はまあカントとこの三者の関係をどう捉えるかというのはあの依然としてやはり重要であるように思います。そこににおいて特にそのヘーゲルマークスと言われるのは 今日はこういう流れからということだけ理解してもらいたいんですけれども必然性に縛られたシステムから自由な世界に向かうためにはどうしたらいいのかというふうなこの歴史観というのが色濃く受け継い直系的に受け継いできたのがまあ単純にソ連がそれをまあそういう共産主義社会というのはまあソ連 に実現したと中国に実現したと見るのは非常に誤りであるように思うんですけれども、えーまあ、ヨーロッパ的な知識の中での,、まあ、あの系譜ということでは、このカント、ヘーゲル、マルクスの、まあ、歴史の捉え方ってもは非常に重要だということになります。むしろそれが、えー、一種、まあ、リアリズム対リベラリズム、リベラル対リ,ビあのリアリズムとの。 えー、形式な対立ということとは、えー、相対的に異なる問題領域としてまあ考えてみることが重要であると思います。で、えー、このヘーゲルのあのヘーゲルの主張っていうのは。 まあもう少し主張といわれるのは精神現象学と、まあ、あの大論理学なんですけれども、えー、そこでの,そのヘーゲルを、えー、普,遍普遍的同一国家論として、まあ、解釈したコジェーブという、まあ、フランスの哲学者でありポリシーメーカーなんですけれどもそれを受け継いだのがまあ福山ということになります。精神現象学はこれが としてはこんな感じですね、あのー、コジェーブ・シトラウスの、えー、書簡あの論争書簡などが今最近出版役所が出版されてますけれども、えー、ヘーゲルを、えー、コジェーブが普遍的国家論として、えー、理解しそれが、あのー、歴史の終焉論あ福山の歴史の終焉論になっていたというものとこュトラウスと、えー、いうのが ネオコンサバティブというイラク戦争を指導した政治家、国際間の母体ともいわれるレオ・シュトラウスとの関係を論争的には考えていく必要があると思います。で、コジェブはヘーゲルによれば人間とは承認を求める欲望以外の何者でもなく歴史とはこの欲望を次第に充足して締めていく過程にほかならないと。 この欲望は普遍的で、同うしな国家、これはヘーゲルにとってはナポレオンの王国、ナポレオンの帝国であったんですけれども、において、そしてそれにより余すことなく充足せ進められると、それぞれヘーゲル読解入門という本から持ってきたものですけれども、ある観点から見ると、コジエブによれば、合衆国はすでにマルクシ主義的共産主義の最終段階に到達していることを、 いるるとすら述べることができると、まあこの頃はまあえ共産主義に対するあのイメージがあの価値評価が高かったんだと思いますけれどもえ要するにまあ普遍同一国家えという最終的な国家の形にえ到達しているという見方ですそれに対してハンティントンの「文明の衝突論」というのはまあ以下のようなあの内容を持ちます。 ハンティントンは、1993年のエッセー、文明の衝突、ハテナという論文、エッセーを、フォーリン・アフェアズというアメリカの外交専門誌に掲載します。冷戦後の世界において、世界政治が多極化し、歴史上初めて世界政治が多極化し、多文明化したと。西欧は普遍主義的な主張のため、次第に他の文明と衝突するようになり、特にイスラム諸国や中国との衝突は極めて深刻であったと。 先ほど言いましたように、その歴史のソ連の終焉、ソ連との統合の崩壊が1989年、ソ連の解体が91年ということですので、ちょうどその頃にそにポスト冷戦というのはどうなるんだろうかということが、まあ、わりに,に真剣に考えられた時代なんですけれども、その時にに89年に、まあ、福山が、まあ、歴史の終焉論を出し、93年にハンティントンが文明の衝突論を提起したという論争状況があるわけです。 で、えー、端的に言うとこう、えー、時期的に追いますと2001年に911同時多発テロが起こりますまあ皆さん生まれた頃でしょうかそれから2003年にアフガン戦まあすぐはアフガン戦争が起こりそれからイラク戦争が起こりますこの頃まではまあ結局もアメリカを中心とアメリカの民主主義 市場経済っていうことをもう世界に広めることが大事あの決定的であるというふうなまあネオコン外交ですね歴史の終焉論に基づくようなまあネオコン外交が、えー、支配的なまあ潮流だったんですけれども、えーまあ、イラク戦争にはあの短,期、まあ、短期決戦としてはまあアメリカの勝利に終わり2003年からの中東民主化計画、えー、というものがまあ始まりまして。 えー、さらには2010年から2012年にかけてアラブの春といわれる、まあ、チュニジアとかエジプト、えー、あとどこですかねあの4か国ぐらいで、えーまあ、民衆が、まあ、あの民主化が進むと民主化あの、まあ、権威主義的な、まあ、権あの軍,事軍部独裁であるとか権威主義体制っていうのが崩壊して、えー、倒されて、まあえー、民衆が、まあえー、それ以外の勢力っていうのが、まあ、政権を取ることになるんですけど結局このことによって、まあ、あの中東が この200年2003年イラク戦争、えー、そしてまあアラブの春というこの10年ぐらいの流れによって、えー、非常にまあ無事情化してしまったわけですね中東は。でそしてまあ2014年から、えー、イスラム国、えー、これを ISIL というふうに呼ぶのが正しいというふうに、えー、いわゆるエリアスタディの方もいるので併記、えー、しますけれども、えー、登場し、えー、中東アラブ世界がまあ混沌状態に陥ると。 という中で上に挙げたようなイスラム国が出てきたり撤退したようですけれどもシリア、イラク、イラントルコをめぐる混乱状態が発生するわけですさらにはカタールとサウジアラビアとの断交イスラエルの介入などいろいろあるんですけれどもこういうのをどういうふうに考えたらいいんだろうかと。 いうことですと、えー、まあ先ほども言いますと、えー、文明のあの歴史の修演化、文明の衝突かでいうと、まあ文明の衝突の方がまああのー、説得力があるんじゃないかという現状ではないかというふうに思います。なとこですね。ちょっとケーススタディを入る時間はないので、えー、簡単な説明だしますけれども、北朝鮮の核、えー、ミサイル機っていうのはまあ北朝鮮が 中国、韓国、ロシア、日本、えーあ中まあ、北朝鮮がその韓国、日本、ロシア、韓国日本、アメリカに対して、まあえー、ブラックメール、核ニュークリアブラックメールをたたきつけるという問題なんですけれども、えー、この構造と、えーまあ、キューバ、アメリカとソ連、1960年の、えー、キューバ危機を比較しようという、来週の初めにやりたいと思いますけれども。 で、まあ、あの、こう、時間が少ないので、ちょっとポイントだけ言いますけれども。北朝鮮っていうのは、まあ、金正男、正恩、正恩政権ですか。っていうものは、非常に、こう、えー、不合理な。ならず者と見るべきかどうかっていうことですね、問題は。で、えー、リアリズムの過程ということ、あの、先に、ええー、定性的に、あの、書いてしまいますけれども。四つの過程を持っています。リアリズムは、まあ、国民国家、ないし、まあ、主権国家が。国際政治の主要なアクターであり。 国際システムは一般的にし国家のあるシステムを意味すると、国家については統一された単位として外界に向き合う存在だと見,見,て取見方をとられる、一元的外交の想定、3、国家は本質的に合理的なアクターだとも見なされる、端的には各国の政策担当者は可能な限り合理的な過程によって、外交政策の決定をなそうとするものだと前提されると、4、国際政治にとっての最重要条項は国家安全保障、それも軍事的安全保障だとされると。 というリアリズムの過程にこう北朝鮮政権現政権というのがまあ乗っ取ってるかどうかということになるんですけれども、うん、それは、まあ、あの論者によってあの事実あれピックアップする事実によってまあ変わってくると思うんですけど私は比較的あの合理的でかつ狡猾なあのアクターであるように、えー、思われます。ですけどまあそれは他にもこう アリソンモデルというのは3つあるんですけれども。つは まあ単純に第1モデル、第2モデル、第3モデルと言ってもいいんですけれども、の方がいいんですけれども、まあえー、上に挙げたのそのは、最初に挙げたのは一元的な、一元的にその決まると、例えば北朝鮮な北朝鮮という主語が一番合理的に判断した結果をアウトプットするというふうに考えるモデルです。これはまあリアリズムの過程ですけれども、もう一つはまあ組織政治モデルというのは、例えば北朝鮮にたるまあ党と軍。 軍のセクションというふうな形で共産、まあ、党労働党というんですかね労働党のセクあのという組織と軍という組織そして政府という組織という,というような形で、まあ、組織ということに着目してそれぞれの組織というのが組織の目標を達成するために行動するというそれが総合されてアウトプットが出てくるというようなモデルと政府内政治というのはもっと人間関係 えーまあ、キム・ジョンウンの行動を決、まあ、最初に決定,する決定しているのはジョン、ジョンウ、えー、ンでしょうか、ねまあキムさんなんですけれども、えー、それに、まあ、例えば彼のおじさんが、えー、深く影響力を持っていたりとか、お母さんの、えー、親戚の人がまあ影響力を持ったりとか、まあ、そういうような、あのーまあ、人間関係っていうものが、実際においてはまあ非常に重要な意思決定のまあ要素であるというふうな考え方です。 このとこですね、えーまあ、たくさんしゃべりましたので、まあ、今日はこれで終わりたいと思いますけれども、えー、パンダあのこの授業によってはパンダをできるだけ使いたいと思ってますので今日、えー、聞いたところ記事を聞いて、えー、説明が足りなかったりここを疑問に持ったという点はあのパンダの経済誌にの、まあ、チャットルーム等で、えー、なり他あの 掲示板等で何か質問しくだったら、えー、授業なりな、あのパンダなりでその返答していきたいと思います。あと、授業中も、パンダの、えー、開いてもらまスマホなり、ノートパソコンなりで開いてもらって、チャットルームで、あのチャットでやってもらったらあの、できるだけ反映させたいというふうに思います。えー、それでは、えー、特に来週までには予習していただくことはありませんので、えーまあ、今日あの考えたことについて、えー できたら課題としては、パンダにこういうことについてはどう思うかとか出してくれたら幸いです。どううもありがとうございました